こんにちは、翔です。ではですね、パワーフェスモード三浦大輔選手育成会ですね、残すところ最終戦ですね。で、能力今こんな感じで、まあ順調には来てるかなっていうところはあるんですけど、あとはそうですね、あとはまあ基本的に特殊能力に振ればいいかなっていうふうに思うので、あとりあえずアイテム2つ持っていきますね。オーダーで、おうおうおう、まあ、凪さん出せて、矢部くんも下げますか。あれ、あ、オッケーオッケーオッケー。で、ヤーベンに守らせれば。守備が不安ですね、このお二方は。SSA まで持っていくのか、日野くんを。とりあえず日野くんを4番にして。まあ、右京だけかな、外野で信じられるのは。草野が一番弱くなっちゃったな。まあいいでしょう。これで行きましょう。ここでね、ある程度、ポイントが稼げれば結構理想的な形にできるんじゃないのかなとは思ってるんですけど、どうだろうね。あと特殊能力だもんね。特殊能力やっぱ直で取らないといけないものがあるんで、そこがうまくポイントが足りるかっていうところ。やっぱ4方向あるとね、見栄えがいいし投げてて楽しいですよね。なのでまあできればシュート2段階上げたいところではあるけど、持っていけるかな。ギリギリ上がらない可能性は大いにありますからね。おお、さすが。ザンスだったら、ダメだったね。守備職の力ですかね。さて、番長。まあ、威圧感は、僕も闘志持ってるんで問題ないですね、そこは。いいね。やっぱコンスタ A はかっこいいな。スロカも曲がりますしね。はい。いいですね。さあ、で、どうしような。まあ、ぼちぼち、点を。取っていこうかな。まあどうせ乱打戦になりそうっちゃなりそうなんですけどね。まあ狙い撃っていきましょう。パントしてもいいんだよな。まあでもアウトカウント上げるのもったいないかな。おお、一番あかんやつや。さーて、凪さん、ツーアウトになってしまった。まあ日野くん見せてやりますか。早い。おお、まさかのホーム空いてるけど、下手したら走れましたね、今の。果敢に打っていきましょう。あー、残念。変化球、おお、綺麗に打たれたけど大丈夫。
いやー、三浦選手と、あと、ちょうど、昨日かな？昨日、サブロー選手も引退されて、お、危ねえ、危ねえ、危ねえ。最後ね、もう綺麗な右中間の二塁打打った時は、僕はちょっと、感激しましたね。なんか、込み上げてくるものはありますけどね。まあ、続々とね、やっぱ、引退してしまうんで、小笠原選手とかもしてしまったし、本当に、一本目のコメントでいただいたかな。イチロー世代というか、42歳組かな、多分今年。がもう全然残ってないですからね。まあ当たり前なんですけど。今のプロ野球も全然好きなんですけど、まあでも見る機会は昔よりは減ってしまったんですけど、ね、テレビであんまりやらなくなってとか。で、実際大谷選手とかは本当にすごいと思って、ニュースは結構見るので、そちらで確認はしてるんですけど、基本的に。やっぱ思い出補正というか、小さい頃とか見てた時の印象とか思いは強いですよね。まあその分自分もね、年取ってきてるんで、当たり前ですけどね。まあ次はその監督とか、まあ三浦さんは兼任コーチもやってるんで、いずれお声がかかるんじゃないのかなとも思いますけど。なんか宮本さんも監督に案が出てるんだっけ、確か。元ヤクルトに。あの方も好きだったのでね。OK。抜けましたね。三塁だってポイント高いのかな？ハーフス的には。どうなんだろうね。おお、マジ？すげえ、タッチアップのつもりでおったのに。次はね、誰を作りましょうかね。とりあえず逆転っすね。今なかなかいい反応したんじゃないのかなって思ったんだけど、クッて動かしてる。まあもう熱護さんはもう毎回戦うんでね、練習っていうか、やっぱ対熱護戦はもう大丈夫だと思うんで、遊ばなければ。逆に熱護さんは変わった後のサクセスキャラの暗黒バージョンのが打ちづらいっすね。しゃ、いいね、いいね。岸上さん強いんだよな、実際。めっちゃマキシマム回ってくる。おお、走れ！イエーイ。おお、最、おお、よかったよかった。進塁打にはなりましたね。ああ、カーブが一番打ちづらいかな、僕的には。熱護さんの球種では。胸シュートの方がまだ完璧に捉えれる
ファンは、ああ、ボール球でしたね。あるので、誰作りましょうかね、次は。まあ、いろいろリクエストはいただいてますし、大谷選手リベンジもしなきゃいけないんですけど、まあ、斎藤佑樹、マー君作ってくださいっていうのもありましたし、誰がいいんだろうな。さっき出た小笠原選手とかもありっちゃありだよね。でも多分表現ができてしまうからな、打者。ずば抜けてないと。それこそやっぱイチロー再現ってなると、イチローと、まあでも本当に難しいのは大谷か。本当に難しいのはそこですよね。どうしようね。久々に次の回が決まってないな、自分の中で。まあまあ、お、いい感じ。変化がこんだけもらえたら、ワンチャン2方向伸ばせますね。で、さて残るは能力を振るところですね。なんかヒーローズはもうパワーフェスみたいなもんなのかな、新作の。なんかそんなニュアンスありますよね。さてさて、いけ、ギリいける？うわ、これ、うわ、ギリいけんのじゃない？うわ、いけないっすね。残念。マジかー。スライダー取っても無理だもんね。あー。マジか。悔いが残りますね。もう1方向欲しかったところだけど、まあ、シュート取るかな。で、球速とスタミナこんな感じでいいとして、あと、打者能力。ミートはいいにしたいと。まあ、その何年連続っていう、その、アンダーをずっと打ってるのと、フィールディングがうまいと。で、補給。まあ、余ってるんで走力に振って、あとはここだね。そうだね。打れ強さは、まあ、ついてたのもあるんで。で、あとは、フィールディングがいいってことは打球反応もつけようかな。タイピン？いや、あー、タイピンもついとる年はあるんだけどな。重いな。技術が足りねえな、やっぱり。後衛まで直で持っていくと結構厳しめっすね。で、打球反応を取ってかな。点を取ってるから、まあいいんじゃないのかな、これで。別に打れ強さ、クイックタイピンは CC というこんな感じでいいんじゃないのかなって思うけど、どうしようね。あー、でも怪我しにくさ上げた、取れるか、これ。補給下げれば取れるな。ちょっと振り直します。で、まあこれで
これでいいかな。怪我しにくさを1段階上げれたと。で、補給を下げましたと。こんな感じで。いいんじゃないでしょうかね。人気者チームプレイ。伸びきれ奪三振、打球反応。まあ、地味に怪我とかを、C まで上げているところがポイントですね。決して B とかではなく、こんな顔なんだね。で、誕生日調べる？生年月日。ちょっと調べましょうかね。12月25なんだ。へえ。1973年12月25ですね。よし。クリスマスなんだね。それは全然知らなかった。完璧でしょ。間違ってないよね。OKOKOK。はい。では、そうですね。三浦大輔選手引退を、ね、まあ、ねぎらってでいいのかな？お祝いして、ではないから。はい。こういう感じで再現することが、まあ、満足いくような味のある感じに再現はできたんじゃないですかね。まあ、あと変化球をカットボールまで覚えさせれればだったんですけど、なかなか5周目ってなると結構厳しいものがあったんで、まあ、このぐらいかな。打者能力も上げれましたしね。はい。では、本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。